1回戦目でフィーチャーに来た、村井さんが、村井隆二が順調に 3-0 していて、コーチャンスさんとマッチング、こちらのフィーチャーマッチをお届けしていきます。お、ザキカワさん入ってくれますか、はい、戻ります、はい、入ります、ありがとうございます。よいしょ。じゃあまだ飲みに行かないとのことなのでまだ飲酒せず川崎さんとじゃあこの2人でこのラウンドはお届けしたいというふうに思います。さあ画面にはね、その僕らがさっき鬼人変人と言いまくった井川君をトスった男が映ったりもしてますけど、もうドロップしたんやろあいつ、さすがにしたんちゃいますハレルヤスリーブじゃないあ、リュウジがハレルヤスリーブじゃない、ない、確かにもうね、迷惑かけてしまうので、ね、天の川と桜天使か、リュウジが天の川ですね。はい、コーチャンスさんは、徳島のプレイヤー、PPTQ 突破テンポ忘れた、素直でいいですね宣伝とかやってて、はい、徳島の、ショップのフライデーナイトマジックで1、2を多数している過去の戦績があると。ゾスケお前もっとあるぞお前はあるぞと、プロツアーも出とるやろ出とるやろお前はっていう、はい、今回の使用デッキメンヘラジャンド、これは放送ギリギリの名前も感じするけど、ギリギリですね、はい、かなりはい、一方、村井隆二は神話を使っているので、ジャンド対神話ですけど、これどうですか、はい、ジャンディストとしては。まあ、やっぱりあの感染と一緒で、結局相手の手数が、手数でもうガッといかれるか、まあ、自分の除去が間に合うかみたいな感じですよね。噛み合うかどうかっていうところですね。噛み合いが結構大きい。まあ、ただ除去とかあるんで、決して相性悪くはないんですけど、はいはいはい、まあ、早いターンで、もう勇者とかが出ちゃったりとか、なっちゃうと結構やっぱ辛いですね。すごいいい手前です。お、いい動き。アベジャーまで行きましたね。行きますね。はい、これが1ターン目であるって。これはひどい。さあ、1ターン目、バネハの太鼓、メムナイト、そしてオパールのマックス。合計2マナからの、電月の後輩者ですね。そうですね。結構難しいですよね。手札がこれであと3枚か。今日の声が、あ、聞こえますか、はいはいはい、OK です。はい、このメムナイトは、プロモ版ですね。ですね。確かに1-1には見えない。さあ、ここでフェッチ起動で、タルモゴイフ。まだ1-2。まだそうですね、土地しか落ちてないので1-2。はい、村井さんの戦績、誇らしげに GP トップ8と書いてある。さあ、村井さん3マナで、早いターンに勇者が出るときついという話でしたけども、その勇者が降臨。刻まれた勇者は3マナ2-2で、アーティファクトを合計3つ以上コントロールしていると、すべての色に対するプロテクションを持つ。金属術ですね。はい。金属術現在達成中なので、2-2オールプロテクション。さあ、そして残忍な剥ぎ取りですね。そうですね、アーティファクトが今5個か。さあ、村井さん、ここで2点刻む。これで手札が1枚、バネハ、はい、もう1体、もう2枚、まだ2枚ある。これは無理ですね。2ターン目、3ターン目と勇者が出てきて、そうですね、自分のダメージが通らなくなって、一方的に2点入り続けるって展開になって、これ3キルっすか3キル実上の、まあ、実質も決まっちゃったっていう感じですね。はい、コウさんがこれ投了となりました。やるやん、リュウジ。さす
すが GP トップ8。誇らしげなこのね、村井さんは兵庫県のプレイヤーで、PPTQ 突破店舗は黙々ランド、はいはい、過去の成績はグランプリトップ8、今日の使用デッキはご覧になられた神話で、あなたにとってプロツアーとは一番楽しくマジックをプレイできるところ。なるほど、それは行きたくなりますよね。よくね、皆さんも言われますよね、一番楽しいっていう。そうですね、まあ、僕も2回行きましたけど、はい、やっぱ楽しいですね。どういうところがその楽しさになるんですか。 なんでしょうね、まあ、やっぱ、相手も上手いって、すごいゲームとしても面白いですし、あとなんだろうな、まあ、やっぱなんかこう一種の緊張感っていうか、まあ、やっぱそうです、ね、マジックの大会で一番ハイレベルな大会になるんで、そういうなんか緊張感とか競技性とかの最も高いところにはなるんで、そういう楽しさはやっぱあります。ちょっとこう他のフライデーとかとは全く異質の空気が流れてて、そうですね、まあ、すごい緊張感でね。グランプリともまた違うんですよね。グランプリともそうですね、またちょっともう本当に、まあ、グランプリはグランプリでまた当然みんな勝ちたいと思うんですけど、ツアーはやっぱそこにさらにかかってるものが大きくなるんで、みんなね緊張がありますね。さあ場内はこんな感じで80名のプレイヤーが参加されています。そうですね、まあ、ちょっとドロップが出だして今です、ね、4つ5つぐらいタク減ったんで、80人が今70人ぐらいになったのかなっていうところですね、はい。まあ、マジックをすること自体は楽しいから、プロツアー目なしになっても最後までやるって方もね、そうですね、いらっしゃったりしますよね、PWP が欲しいとか、いろいろありますよね。まあ、僕もマジックちょっとモダン久しぶりにやってもいいかなと思ったんですけど、まあ、ちょっともう今日はちょっともう今日は違う日やっていう。ポケモンかハースストーンかみたいな違うゲームの名前を言っていくおかしいぞ私が責任を取ります黒田さんは、2勝0敗ドロップ。ちょっとねお家のお家のねご予定で、お子さんのお子さんのね大事な大事な大事な発表会があるそうなのでそちらに行かれたというふうにですね。今日は春賞だけもらって帰る予定だったというふうにね欠、まあ、けてるものがね、その夏 PPTQ 出続けるっていう形で多かったから、あ、そうですね、会場にはせめて行かせてくれと家族に言って今日は来たと、陳友君で陳友君の方じゃないかも、お姉ちゃんの方かもしれないちょっとね、言葉が強いですよね。パワーワードですね。流行りの流行りの力を持った言葉ですけど、ね、まあ、BMO じゃないので今日は RPTQ なんで、そういうトークはちょっと抑えめでいこうかなと思ってるんですけど何か知りたい方はぜひ過去の BMO のBMO のこのライブカブレッジのアーカイブをぜひご覧になってくださいさあ、コウさんが先手でゲーム2ゲーム目開始ですね。村井さんがマリガンですね。まあ、村井さん1回戦目ワンマリガンでもすごいいい動きをしてたから、今日は結構乗ってる方かなと思うんですけど、そうですね、プロレスグランプリの時やったんでしたっけ。やりましたね、いつぞやの。ああいうことをもう1回やりたいなとは思ってるんですけど、あ、最後はあれですね、A さんと滝に来と、そうですね、ハノイさんか、が鎧来て鎧来て今日来られてる中近さんとか、あと安岡さんと、あ、はいはい、そうですね、ビックス集まれって言って結果誰も来ず僕はもうちょっと帰ってる車でしたんでありましたね、3分間関ヶ原とかイベントがさあ村井さんのマリガンも終わって、ウェルディングじゃ、はいはい、1ターン目はクリーチャーはなしですね。しかしそうですね、まあ、ただこれで除去されづらい盤面を作って、徐々にクロックを突きつけていくというですね。ジャンル的にはやっぱり嫌なカードになるんですかね。だいぶ嫌ですね、あのカードは。溶接の壺ですね、村井さんの一番上に出しているカードですけども、アーティファクト1個再生するという能力を持っています。で、何も
クリーチャーも殴らずですね、もちろん、うん、まあまあまあ単に状況を当てられて、そうですね、はい、この溶接の壺に対して陰性の遺恨ですね。そうですね、まあ、これは割るのは確かに力を加えたし、さあ3マナでリリアナからですね。あ、再生負荷に対してジャーを使ったことがあると。そうですね、ターミネートはちょっと余計なことが書いてあるので。さあ、コウさんはチャンピオンかな。おお、チャンピオン。はい、はい。おお、強っ。金属術ですね。ですね。はい、リリアナから、プラス1能力で手札破壊をしたんですけども、開始で村井さんが刻まれた勇者出して、バネハの太鼓から赤マナ、感電波と。うん、これで、あ、状況はありそうかな。遺恨を打って、はい、その後除去カリモかなんかで、そうですね、ターミネートですね、はい、はい、結構ジャンプのペースですね。リリアナ落とされたものの、うんうん、リソースがもうすでにだいぶ取っているのでですね、村井さん残りハンドマイスが2枚ということで、さておき、これはもう殴りに行きますね、はい、怒りクルー3強でアタック、クロックがちょっと大きいので、うん、はい、はいはいはい、あとはこの3強でゆっくり、まあゆっくりでもないですけど、うん、ガツンガツンと加速的に1個ずつ乗っかっていくので、はい、もう5点、うん、呪文滑り出てきますが、うん、1点、はい、ちらつきがでアタック1点、さあこの呪文滑りをどこでちゃんとよく回して構成をかけるかってところなんと思うんですけども、チャンプしてるともう勝てないんだ、ね、勝てなくなりますよね、金属術達成とかも考えると。そうですね、まあただもう多分三強除去できるカードがなくて、自然の次を入れてるぐらいしか多分ないんですよね。さあここはコジェクの審問入れてるとして、はい、でまあ、あとカウンターですが、今のところはどっちもあまり効果がない、盤面に影響がないですね。エーテルの達人も手札破壊で落とされ、さあ6点です ね、 ですね、これでな5、うん、そうですね、11から5、もう何もなければってところですけど、はい、隅川生息地を置いて、まあ、土地でチャンプしながら、うん、辛いですね。どっちかというと、うん、か、土地2個ずつマイナスしようか、いや、ちょっと厳しいな。これはこうチャンスさんがもうゲームを支配してると言っても言い過ぎではない場ですよね。こうさんもキャリア長いプレイヤーですからね。そうですね。さあ4マナで3強がクリーチャー化しアタック、これを隅川の生息地でブロック、ちらつきがパンプでカウンターを2個減らす。お、しかしここで力強く刻まれた勇者、一本でも引ければあれなんですが止まっちゃいそうですね、これは。そうですね、陰性の遺恨があれば呪文滑りを割ってで対処できるんですけども、まあ、これクリーチャー化しなんて来られると結構つらいですね。お、クリーチャー化しで殴る、で、まあ、勇者ブロックでじゃあ、はいはい、ゴーとサイズだけはどんどん上げていくってことですね、うん、そうですね、あれで除去あればねよかったんですけど、除去あったら呪文滑り壊してあのプロテクションなくなるのでですね、勇者もブロックしないと負けちゃうんですか、ブロックインタクですね。さあ、クリーチャー化するのか、なんか4マナのクリーチャーを出しそうです、ね、出しそうですね、この手つきだと、さあ、テキストを読ませてくれと、もうさっき見たから読ませてくれと、呪文だけだね、はい、4マナで、あ、なるほど、なるほど、魂の裏切りの夜、これ OK で、
そうですね。タラの方に下してエンド。両方で殴りながら削っていくっていう感じですかね。うん、はい、魂の裏切りの量は全部のクリーチャーがマイナス1修正。もうガトチがこれで、ですね、起動できないですね。両方殴って、タルモは5、6あるのかな。ああ、プレーンズウォーカー、そうですね。クリーチャーは絶対落ちてて、アーティファクトも落ちてるでしょうから、そうですね。5、6ですね、うんうん。アーティファクト、クリーチャー、プレーンズウォーカー、土地インスタント、ソーサリーで、マイナス1で5、6ですね。うん、さあ、このタルモと三強のアタックにはたまらず、村井さんも投了となりました。まあ、フェッチ切んなかったのは、やっぱライフがちょっと怖かった。まあ、感電波、感電波とかで死んじゃうと、そうですね。なんで。そこは慎重に、さすがキャリアの長いプレイヤーって感じがしましたが、僕結構コウさんとその付き合いもそこそこあるんですけども、うまいですよね、彼は。うまいですね。手札読んだりとかもすごい的確ですし、うまいプレイヤーだと思います。なんか全てをちゃんとしっかりケアできるタイプのプレイヤーかなと思うので、そうですね、あんまり彼がうっかりミスをしてるところとか見たことないかなと。そうですね、うん、昔は結構ね、尖ってるところもあったんですけど香川に行かれてね、すごい。そうですね全体的に丸くなったなって徳島でしたっけ。いや、徳島ですね。四国に行かれて、そうですね、今は四国のショップで日々フライデーナイトマジックで 1,2 してるっていう風に成績で 1,2 多数って書いてあるんですけど、嘘こけっつってっ対する村井さんはね、まあある意味尖ってますよね。尖ってますね、うん、ある意味ナイフのような生き物ですからそうですね、切れたナイフ出川みたいな、まさしく出川切れたナイフ状態今日彼ね、赤い T シャツ着るんですけど、なんかあのフィーチャー席を同化してるんですよしかも上着まで赤いですから、ね、そうそうそう、上着のシンクやからフィーチャーと同化してる男、二人ともね、談笑しながらやってますね。うん、このナイフ錆びついてませんか。錆びついてますね刺されると破傷風になるやつ錆び錆びの菌がそうか、確かにね、出川さんやと僕も出川さん大ファンやからファンが多いことになっちゃうから、やっぱ違う、取りやめさあ、まあ真面目な話に戻ると、まあ、この2ゲーム目は結構ジャンドの、ね、やりたいことやった感は、ね、うん、状況状況状況で、ね、一瞬ね、村井さんの方もあの、うん、リリアナを感電波で落とす、そうですね、あそこまではだいぶビッグプレーな感じだったんですけど、うん、やっぱちょっとマナ使い切っちゃったんで、除去で、まあ、あれはジャンドっていう、こう金太郎飴的なデッキのいいところが出たなって感じもしますね。龍二は神話で RPTQ、 いや、昔の制度の PTQ でしたね。昔の PTQ ですね、うん、うん、昔の PTQ だから、あれで一応優勝して、確か双子に勝ったのかな、うん、あのハサミシーンは。そう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 。確か発売翌日か翌週かなんかだったんですよ。翌週ぐらいですね。ね、うん、うん。まだバレてないうちにこれで勝ちたかったってすごい豪語してたから。そうですね。確かにあれはナイスチョイスでしたね。そうですね。今、ハサミシーンはってあれなのか、どうなんだろうな。ちょっとなんとも言い難いですね。さあ、お互いシャッフルが終わって、もう間もなく3ゲーム目が行われます。今度は神話の村井さんが先手。そうですね、先手を生かして一気にこうパーマネント展開できるのか、うん、黒マナがないからマリガンって感じですかね。はい、チャンスはマリガン、コウさんはマリガンですね。村井さんはなんかブンブンですよみたいな感じでねしてますね早よ始めたいみたいな。思わずシャカパチにも気合が入る
このシャカシャカを始めたさがある。ありますね。飛行機械は入ってますね。羽ばたき飛行機械自体は入ってます。そうですね。あれが4のメムナイト2ぐらいかな。ですね。うん。飛行機械の枚数はちょっと減らせないですね。そうですね。感染とかもいうことを考えると、飛行ブロックできるとか。裏は、プチとリリアナ。うん、ですかね。ちょっと厳しいですね。でもダブマリするともう勝てないかな。ぐらいの反応かなってところですね。悩んでますが、ここはマリガンですね。うん、まあ、グラッジ2枚引いたら、それで4枚分のあれになるんで。確かに確かに。ランドランドランドグラッチグラッチとかでもね、うん、そっちの方が全然強いので、いいですよね。うん、リリアナとか出してても間に合ってないので。うん。裏切りの夜で一気に盤面取っちゃう感じですね。ですね。後藤優生さんは先ほど2ラウンド目のフィーチャーマッチを用意して、赤黒のゴリオーズベンジェンスデッキでしたね。ハマチは遊びに来ました。あ、ね、あ、マリガ。うーん、トリプルか。ちょっと辛いですね。うん、土地にグラッチ2で勝負になるかとか。ってところですね。静岡の予約いつ？静岡の予約は、大会が3月ですよ、ね、ですね。確かね、来週ぐらいに。あ、結構早いですね。そうですね、はい。ファクトシートが出て、うんうん、あ、はいはいはい、その後に予約フォーラムが設置されるって話を聞いたので、うん、今月中に始まるんじゃないかなとは思いますね。なんか今リュウジなんか言ってた、なんか大声が聞こえてきましたね。俺のせいちゃうみたいな感じで言ってたのかな。2人もね、お知り合いなんでね。さあ、皆さんは1ターン目、バレハの太鼓スタート。逆にね、こういうゆっくりした立ち上がりだと、相手の反動重くて強いなってなるんで怖いですね。ですね。さあ、ここは鋼の監視者。ここからもう、ボリビア引いたんで生き延びることができれば、とりあえずハルモ。さあ、ここはタルモゴイフ。まあ、出しておく。まあ、ここからハンデスなり7なりを絡めて大きくして。そうですね。さあ、村井さんはここで3マナで勇者。ただ、ここでグラッジを引けると、2箇所当てて。勇者を巻き込めるってところですね。そうですね。リリアナかな、はい、これでグラッジではないですね。うん、ですね。沼を持ってくるってことは出し直した。多分黒赤を持ってくるのかなですかね。オリビア的に赤マナが必要なので。うん。うん、そうですね。黒赤を持ってきて、多分エディクトを打つのかグラッジを引いたかのどちらか。エディクトなんじゃないかな。タルモですれ違いで殴っていくと。なるほど。でこれで3、金属術がなくなったので3点ですね。はい、墓地にアーティファクトクリーチャー土地で3点。さあ、ここは羽ばたき飛行機械。またこれ金属術ですね。札の枚数がちょっと違いますね。さあ、そして勇者が出てくるな、今日の龍二は。これは、まあ、アタックして大体が来るのかな。はい、ここで4マナでオリビア・ボルダーレンで GO。ちょっとここでブラフアタックを仕掛けた方が良かったかなという気がするんですけどね。3点通れば、ラッキー。4点通ればラッキーだし、どっちにしろチャンピオンはブロックできないので。そうですね。さあ、そしてそのチャンピオンが3枚目。どうするんだこれ。お、ここで魂の裏切りの夜。
チャンピオンのサイズをせめて下げようというところですね。そうですね、これかなり大きいですね。ですね。チャンピオンが死ぬことは基本的になさそうですね。ですね。2点。これでオリビアを大きくしていくとかなり、とりあえず1点で3点くるかな。さあ、羽田飛行機会をダメージ与えて破壊して、プライチカウンターの持って4-4ですけども、魂はリミオルでマイナス1修正で3-3。カルモは今多分これで3-4ですよね、マイナス修正込みで。ですね。こっちプレーンズウォーカー、クリーチャー、アーティファクトで。そうですね。マイナス1修正かかって3-4ですね。さあ、オリビアで3点。剥ぎ取りで5。剥ぎ取りもまだ1-1か。うん。あ、ただ、魂の裏切りの意味でちょっとわからなくなりましたね。なりましたね。ダメージが足りないんで。うん。お互いブロックできないクリーチャー同士での殴り合いですが、さあ、エッジ切るかちょっと難しいですけどね。次のターン感電波で死んじゃうから。確かに7点だと3点通されて、そうですね、3点感電波だったら一緒ですね。格好しかし切らず。これで多分両方打った方がいいんだよ。さあ、ここで考えてますね。まあ、はい、実質ラストターンですね。これでターン返すと生きていない確率の方が結構高いですね。完全張ったらおしまいなので。そうですね。全部殴りに行きましたね。はい。カルもブロックされて、剥ぎ取りが通ったので、はい。タルモゴイフにオリビアでダメージを与えて、オリビアのサイズをアップ。さらにアップ。カルモはこれで死んじゃうのかな。あ、でも1点しか入らないのか。1点だけですね。で、3点くらいタルモは生きてると。そうですね。3-4だからあと1点残ってる感じだったんですが。はい。で、これで剥ぎ取りが誘発して、墓地にカードを落とす。全部落とす。おお。プチプチ剥ぎ取り。はい。で、残り1枚の手札を置いていこう。しかしここは頭蓋が超えて、龍二ドヤ感が手つきドヤゾーやん、マジで。はい、これで、頭蓋が超えをトップして、勇者アンブロッカブルで大ダメージ。ディスメンバー、あまあね、2人仲いいから、まあまあ、そう、あれ知らない人にやったらちょっと危ない感じになるんですけど、イキリかって知らん人にやるやつは生きるんですけど、まあまあお互いね、友人なので、まあまあまあ引いたねぐらいの。コウさんもね、トリプルマリガンからあそこまで、うん、だいぶ、まあやはりあの4マナの置物が両方強かったっていう、魂の裏切りの夜は、まあ、ジャンドの強みみたいな ね、 そうですね。オリビアと魂の裏切りの夜は支配的ですね、やっぱり、うん、ですね。ですが、チャンピオン3連打からの頭蓋囲いで勝負あり、うん、ですね。アーティファクト除去がちょっと秘訣でしたね。うん、